おはようございます。暗号通貨ニュースです。速稼塾の久保がお届けしております。今日の、ね、ニュースは3つです。今日のニュースは3つ。まず1つはですね、いつものように、ブロックチェーンのニュースをねお届けします。まずスイスの金融機関であるファルコン、このファルコンバンクが仮想通貨4種類を対応したんですよね。これはどういうことかって言ったら、私で言ったら広島銀行が暗号通貨を取引しましたよみたいなニュースなんで、かなりインパクトが大きいものかなと思います。まあ50年近い歴史を持つ、スイスの金融機関ファルコンプライベートバンクですから、どんな銀行よりもね安心できるかなと。スイス銀行なんてね、昔は日本人も隠し口座みたいなのをよく使いましたけどね。仮想通貨対応を増やしてくれたということです。暗号通貨ビットコインに続いて、ビットコインキャッシュとかイーサリアムとかライトコインを導入してくれたんで、全4種類の仮想通貨に対応するというのは、主要な運用会社では世界初ですね。で、09年にアメリカから脱税をね助長してるんではないかとされて、租税回避地としてのスイスっていうのはこれで終わりを告げました。スイスは租税回避地っていうふうなね、税金逃れの国によく使われてたみたいですけども、もうそういうこともありません。で、金融大国スイスっていうのは今再び暗号通貨で挑戦をしてくるということですけども、こういうニュースの後でですね、ちょっと美味しいニュースを2つお届けします。2つですよ。1つは無料で暗号通貨11種類を皆様にプレゼントする、そういうふうな、サイトというかウォレット、暗号通貨の取引所が生まれました。これ登録は免許番号もいらないですし、メールアドレスは必要ですけどね、連絡届かなくなっちゃうんで、メールアドレスとあと住所の登録もないです。電話番号もいりません。でパスポートナンバーも免許証のナンバーもいりません。住民票もいりません。必要なのはメールアドレスとですね、メールアドレスだけですね。メールアドレスとあとは皆様でパスワードとかを決めていただく、パスワードを用意していただくことになります。何でもいいですからね、それを決めてください。で、11種類の暗号通貨がプレゼントされますので、登録していただいてもいいんではないかなと思います。私でもさっき始まったところなんで、これついね、あ、おはようございます、中上さん。いつも動画の方ありがとうございます。中上さん、この前、こんなん見ましたよ、中上さんのね、なんですかね、女性が結婚相手を選ぶ条件みたいな、タイトル忘れたんですけども、すごい面白かったですね。年収が、580万円以上あると、所得のトップ1割に入るみたいなね。いいですね、ああいうのはね。女性が結婚相手を探すときに、20代から40代の男性を探すときに、もうね、1000人並べて3人をこうやってくじで引くみたいな確率だみたいなのも分かりやすかったです。私もあれ常々そう思ってるんでですね、女性が結婚相手の条件をなんかね、こう言うたんびに、うわー難しいなーとか、男性もちょっと頑張らなきゃいけんなと思うところなんですけども、農地拡大、そうですね、はい、ぜひお願いします。登録しておいてください。この暗号通貨11種類の登録はちょっと英語なんで、私がね、英語がわからない方でも動画を見ながらやればできるように動画をアップロードしましたんで、たった今、その後ね貼り付けておきますんで、さっきのね Facebook の記事も貼ってますけども、非常に簡単にできるようになってます。30秒で、アカウントが作れて、暗号通貨があなたのウォレットにポンと入りますから、あとはどうしても心配だったら自分の安心できるウォレットに移してしまえばいいですからね。ただここの暗号通貨の取引所ってむちゃくちゃでかくなるような気がします。ここまでインパクトのあることをしてたらね、登録したら3000あげますよとか、5000分のビットコインあげますよってでもいいんですけども、11種類あげますよっていうのがいいですよね。そしたらどれかが値上がりしそうじゃないですか。このプロモーション上手ですね。これはものすごく増えると思いますので、どんどん登録しておいてください。できればですね、お知り合いの方にもこれだったら大丈夫だよってことで、登録の、URL をどんどん教えてあげてもらいたいんですよね。はい、ということが2つ目のニュースです。で、3つ目のニュースなんですけども、あれですね、暗号通貨のメールマガジン、これもね先ほど動画を作ったんですけども、暗号通貨の情報をどっかから仕入れなければなりませんので、メールマガジン1個ね登録しておくといいと思うんですよ。で、そのためのメールマガジンの登録 URL もちょっとこの後つけておきますので、ぜひ、利用してみてください。今日は暗号通貨ニュースをね3つ同時にお届けしましたけども、どれも皆様に明るいニュースだと思います。資金は全くかからずに
資金をもらえちゃう、種銭をもらえちゃうんでね、暗号通貨のいいところは今たったわずかでも本当に、ね、1000円でも3000分でもあればそれが将来ね、それがね数万とか数十万に化けていく可能性がかなりあるということです。でそこに初期投資をお願いしますとか紹介料くださいっていうふうにやったらさーっとね人が引いてしまいますので、今回は何にもいりません、うん、あの個人情報もいりません。メールアドレスはすいません、何かを作っておいてですね、それで登録してみてください。本日のニュースは以上です。今日見た方ね得しましたね、はい、失礼します。